文字工レトロ。前回来たのが2020年12月なので約2年ぶり。ナナは健康面に不安、シオンは興奮しすぎて吐くのでお留守番。アジア系外国人観光客が多い。明治から昭和にかけて国際貿易の拠点として発展し、横浜、神戸と並んで日本三大港の一つにも数えられた門司港。当時建てられたレンガ造りの建物などが今なお残り、レトロな雰囲気が漂う一帯は門司港レトロとして人気の観光地になっています。
待って、今スローになっとったこれ。スローになっとった。あ、私がしとく？うん。え、ごいちゃんお利口さんのやつ乗っとって。こっちに行きます。もうそれは普通だバナナマンは右
タバコ吸うならタバコ吸いながら待っとって。お母さんはトイレ休憩、お父さんはタバコ休憩。門司港はバナナのたたき売り発祥の地。大概这样。再次，再次，再次，再次。还是我要往后面，还是我要往后面。好，欢迎进来。
毎日横に